ちは。今日も焚き火をしていきやす。そして今日も懲りずにこいつで火をつけやす。そして今回はちゃんとなんちゃってフェザースティックを作ってます。やばい、ということで今日もこいつに頼っていきます。マッチ一瞬だよ。はい、マッチ、あっつ、めっちゃ大丈夫。まずこの細いやつにつける。そしたら1分かいてない。よし、こんな感じ。今回からの新アイテムでバンドクソ出してる気を期待です。これが芋で、この丸っこいのがリンゴ。砂糖、砂糖とバター。あ、そうなの。うん、うん、ママ言ってた。じゃあどこに置こう。ここに置いてみるか。成功するかな、これ。わあ、これ大成功なんじゃない。大成功っぽい。桃みたい。うわ、ちょっとびっくりだね。もううまそう。もううまそうだな。うわ、うわ、絶対おいしいね。映ってるか、これちゃんと。うん、映ってる映ってる。ちょっと皮はついてこないから。ではいただきます。熱い。あった。うん、正真正銘焼きリンゴ。うまいな。焼きリンゴ大成功。大成功。熱い。持ってきちゃった。熱い。うん、うん、まあまあ、うまっ。あ、初めて食べるけど超うまい。これはもういい。こっちももう、じゃあこっちも丸っこめくになってる。こっちをオープンしますか。うわ、うん、ちょっとやりすぎちゃったわ、こりゃ。パパけど、いきます、オープン。うん、あ、でも硬い。生だ、生だ、まだ、ほら激生でもないけど。ということで、もうちょっとぶち込みますか。どうしようか。ちょっと乗っ込む。はい、てなわけで、まあ、こっからはちょっともう手探りだからよくわかんないんですけど、多分余熱で
火を通すのかなっていう感じだけど、分かる人コメント欄にお願いします。焼きリンゴは成功しました。焼き芋はまだ火が通っても、今日はこんな感じで終わります。ありがとうございました。これはもうちょっと火入れるか。じゃあやる、うん、ラスト5個どうぞ。野菜でいくか。果物なしなんで、じゃあアクアから始まる古今東西、果物の名前、せーの、果物。